さあやってまいりました、直哉の闇川教室の時間です。最近バカ暑くないですか？もうなんか夏来たみたいだね。ちなみに俺ももうこれ半袖なんですよね今これで。夏になって暑くなってくると外にはさ、あのこういうやつとかさ、あと家の中にはさこういうやつとかさ出てきてさ、もうさ、あのもうね、こうまあこういう蚊とかゴキブリ、こういう害虫を駆除する薬、それがこちらの、はい、殺虫剤って言われるものですね。蚊取り線香とかこういうゴキジェットとか使ったことある人ならわかると思うんですけれども、もう即死じゃないですか。結構えぐい殺虫力ですよね。あんな殺虫力見せつけられたら、いや絶対俺らにも毒あるっしょって思いますよね。なので今日は殺虫剤がどういうものなのか、これをね解剖していきましょう。今回は蚊取り線香とゴキジェット、この2つに焦点を絞っていくんですけれども、まあまずはじめに成分を見てみましょう。ちょっとホームページで成分を確認してみるんですけれども、まず上がこちら蚊取り線香で、下がゴキジェットなんですけれども、こんな感じになっていて、ピレスロイドっていう言葉が目立ちますね。そう、このピレスロイドっていう薬こそ昆虫にとって超猛毒な薬です。このピレスロイドっていう成分、始まりはですね、こんな小さなね可愛いお花なんですよ。この花はですね、普通に観賞用として市販されています。なんかあのお嬢様の家の庭にこうありそうな、なんか小さい可愛い花です。あのマーガレットに似てますね。この花は除虫菊っていう風に言います。和名では白花虫除け菊なんていう風に言ったりもします。この白花虫除け菊、もう名前の通りなんですけれども、その虫除けって入ってるじゃないですか。だから虫を避ける成分、まあ言っちゃうと虫が嫌いな成分がこの花の中には入ってます。その成分の名前をピレトリンという風に言います。これ正確に言うとピレトリン1っていう化合物の構造なんですが、ちょっとこの構造の中のこういう風に三角形になってる部分あるじゃないですか。ちょっとここら辺注目してください。んで今三角形周辺にあのマーカーをしてあると思うんですけれども、このマーカーをした部分、こちら白花虫除け菊から取れたということで菊酸という名前が付けられています。それでこの菊酸のこの部分こそが虫にとって超猛毒な部分です。あと察しがいい人はもう気づいてるかもしれませんが、さっき俺ピレトリン1って言ったの覚えてますか？なのでピレトリン2もあるんですね。でピレトリン2つで終わればよかったんですけども、あの白花虫除け菊の中にあのピレトリンみたいな殺虫成分を示すやつが複数あるんですよ。あーもう殺虫成分の名前がいっぱいありすぎてややこしいっていうことになって、一つ総称ができました。白花虫除け菊の殺虫成分、こちらを全部まとめてピレスロイドというふうに言います。さあこれで殺虫成分のピレスロイドっていうものがどういうものかっていうのは分かりましたね。しかしゴキジェットの方の成分見てみると、ピレスロイド系っていう風に書いてありますね。これがちょっと重要なんですよ。実はこの白花虫除け菊、もう明治時代あたりから使われていまして、もう花そのものを殺虫剤として使っていました。これを天然ピレスロイドっていう風に言います。まあ花をそのまま使ってるからね、そりゃ天然だわな。だけどもっと虫に超猛毒で、もっと人間に優しくて、もっと自然に優しいもの作れないかなって考えるのがやっぱり研究者の差がなんですよ。なんで天然ピレスロイドの成分をいろいろ改良してできたピレスロイド、これを合成ピレスロイドというふうに言います。この合成ピレスロイドっていうものが先ほどのピレスロイド系と同じ意味になります。つまりこのゴキジェットの中に入っているピレスロイドっていうのは、白花虫除け菊のあの成分よりももっと凶悪になったピレスロイドが入っているっていうことですね。そりゃゴキブリだって一発ノックアウトしますわな。ちなみに今市販されている殺虫剤のほとんどがもう合成ピレスロイドです。なのでさっきの白花虫除け菊、もうこれはですねただの観賞用の可愛いお花になっちゃいました。さあ最後に合成ピレスロイドの人間に対する毒性ですが、まあ結論から言いますと無毒です。まあ無毒っていうよりは、人間はこのピレスロイドをシトクロム P450 っていう酵素が速攻で解毒してくれるので、まあ問題ないよっていう意味です。このピレスロイドっていう成分は電位依存性ナトリウムチャンネルっていう部分に作用して、その機能をバグらせます。そして人間はそれを解毒できる、昆虫は解毒できない、だから殺虫剤として使われているんですね。まあでもその電位依存性ナトリウムチャンネルっていうのは、いろんな生物の中に存在はするんですけれども、形が全く同じなわけではないです。なのでまあそもそもその毒としての定義がちょっと違うのかなっていうふうに思います。
ちなみに人間の電位存成ナトリウムチャンネルをバグらせる毒もあります。それはですね、皆さんおなじみだと思うんですけれども、フグです。フグ毒のテトロドトキシンってやつです。もちろんフグもですね、電位存成ナトリウムチャンネルってものを持ってるんですけれども、さっき形が違うって言ったじゃないですか。この形の違いでフグは全くの無毒です。だけど俺ら人間にとってはもうアホほど猛毒ってわけですね。こんな感じで生物の毒を狙い撃ちするのか、それが薬と毒を作る原理という風になりますね。さあ以上で終わりですが、最後にまとめ。殺虫剤にピレスロイド系が使われている理由、まず1つ目、昆虫に対して即効性の超猛毒っていうわけです。2つ目、そんでもって人間には無効。3つ目、寄避効果も期待できちゃう。4つ目、自然界だと簡単に分解しちゃうので優しいっていう、以上ですね。あと勘違いしないでほしいんですけれども、無毒とは言いました。だけど人間の体にとって不必要であるものには間違いないです。だから使った後は換気、そして適度に恐れるってことをいつでも忘れないでください。それではじゃあな。これ財布じゃん盗んじまおうぜ